はい、ということで、3月21日9時8分頃ですけども、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震が発生しております。緊急地震速報を発表しているということで、まだ内陸の地震ということで、津波の観測はされておりません。地震の規模、気象庁のマグニチュードで 5.3 と、深さが50キロということでございまして、まあ、おそらくですけども、これはフィリピン海プレートと北米プレートのプレート境界、またはその付近と考えられて、おります。また逆断層型というところでございまして、まあ、おそらく千葉県東方沖と、そのスロースリップ現象が起こっているところというと、まあ、ほぼ同じところで起きているのかなというところで、まあ、深さとね、まあ、場所がちょっと違うというところでありますけども、基本的にはフィリピン海プレートと北米プレートのプレート境界ということにはなるでしょう。なるほど、震度5弱観測した地域というのが栃木県の下野市、埼玉県の加須市と、また震度4の揺れを茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県で、また、東北、関東の広い範囲で、震度1から3の揺れを観測しているというところでございます。あえて日にちをこう開けた理由としましては、この、やはり千葉県東沖におけるこの関連性と、影響というのをちょっと考えておりました。地震活動とはちょっとね、まあ、関連性は、まあ、個人的にはないと見て、ますけども、ただ、そのスロースリップ現象、千葉県東沖のスロースリップがですね、マグニチュード 6.1 に、というところでございまして、まあ、その規模を考えるのであれば、まあ、この1ヶ月、数ヶ月の間というのは、関東地方でそのスロースリップによる影響というのが残りやすいというところでございまして、地震活動がこう起きやすいというところがあったんですよね。ということで、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。